黒色のローブデコルテとオペラグローブを着用したダイアナヒローブデコルテはネックラインが深く大きくカットされ肩及び背中と胸の上部を露出したノースリーブのドレスのことイブニングドレスの一種であり女性の最も正式な礼装として扱われるもので男性の演劇服に相当する夜礼服である日本では天皇の名のもとに授与させる勲章や 交渉の授与式における服装を規定した総理布告時、勲章等着用規定において、女性が勲章等を着用する場合の服装は、ローブデコルテであることが規定されている。ドレスと合わせ中上まである長い手袋を着用する。単にデコルテといった場合に、この衣装を指す場合もある。欧米では、昼と夜の礼服が区別されている。これは、欧米の晩餐会。 舞踏会、演奏会、観劇などの夜の開催時間が日本に比べて遅く、平日でも勤務先から帰宅して軽く食事を済ませて、シャワーを浴びて着替え、夜を楽しめる食住近接ができている都市空間であるためだ。日本の大都市のように通勤時間に1時間以上もかかり、勤務先から直行する都市空間では、昼と夜を着替えて出席することは帰宅の心配が、 不要の宮中版参会など、神前、外交に出席する場合以外は困難である。18世紀のフランスが発祥とされ、現代においても欧米白人女性の最上位の夜、礼服として用いられる。胸や肩を大きく露出させることで着想者の肉体的な美しさを誇示する役目を果たす。フランス語でローブは、ドレスを、デコルテは、肩、胸、背中をあらわにしたという意味。 その二号をつないだ、ローブネコルテは、床につく裾丈で、襟元が広めに開いた胸元や肩、時には背部も見せるドレスのことである。日本では、1886年に女性の中礼服として採用され、囲碁社交会などで着用されるようになった。第二次世界大戦後に、本来の女性用大礼服であったマントドクールが、用いられなくなると、 ローブネコルテが大礼服に代わる公式な場における女性用の清掃、礼服として用いられるようになった。宮中行事では、朝剣の儀など昼間でも着用される。令和元年に行われた即位後朝剣の儀において、皇后政子によって着用されたことで注目を浴びた。旧皇族の武田久志康氏は、著書、日本の礼儀作法三宅の教えにおいて、 皇室の晩餐会や儀式などの特別に改まった場面において、ローブデコルテと合わせてオペラグローブを着用し、ティアラをつけることを基本としており、宮中ではこれを女性の最上級霊装としている、との胸を示している。皇太子なる日と新能成婚の際、皇太子妃、雅子のローブデコルテを手がけた。 ファッションデザイナーの森花江は、ローブデコルテは勲章をつけるためのドレスであり、肌を出し、革の長い手袋を合わせる清掃と述べている。ありがとうございます。